伝統工芸ってこんなに実は面白いんだぜとか、慰安婦仏壇ってこんな風に応用するとかっこいいんだぜっていうような、新しく古いものを作る、そういうライフスタイルの提案をしたいなって思います。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。和志森秀樹さん33歳、100年以上の歴史を持つ仏具店の6代目です。伝統工芸である飯山仏壇、しかし子供の頃はそんな家業が嫌でたまりませんでした。亡くなった方からお金を取るような仕事って思ってたんですけども。和志森さんが家業を継ぐ決心をしたのは10年前、父俊明さんの葬儀でのこと。この時初めて父の本心を知ったのです。今まで言われたことはなかったんですけど、大人になった時に一緒にこう仏壇業をやりたいとかっていう話は外でしてたみたいで、本当は不幸してたなっていうふうに思ったというか、はい、同時に気づかされたのは次世代を担う職人の不足という現実でした。このままでは伝統工芸が廃れてしまう。ベテラン職人のもと一から修行し、飯山仏壇への知識と思いを深めました。仏壇って唯一こう亡くなった方と話せる場所っていうか、これもう絶対絶やしちゃいけないなって思います。今和志森さんは若い人たちにも飯山仏壇の魅力を知ってもらおうと日々奔走しています。薄暗くイメージ持たれているようなものをこう払拭させる、この飯山からでも自慢できるものがあるんだよっていうことを地域の方と一緒にこう盛り上げていけるような、そういう状態にしたいなっていう思いはずっとあります。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。